カイパロイッツ類層は、ユタ州のグランドスターケースエスカランテ国立記念公園にあるカイパロイッツ平原で見られる白亜紀後期カンパニアンの地層。850メートル以上の厚みがある。ララミディア大陸南部の巨大な川の中積氾濫源の環境を保存している。サガンは川、デーガンは氾濫源の堆積物であることを示す。地層の下半分からは、 多くの化石標本が発見されている。しかし探検は比較的最近に限られ、ほとんどの探検は1982年に終えられている。この地層に保存された化石のうち発見されているのは10%以下と見積もられている。ほとんどのフィールドワークはユタ自然史博物館の主導で行われている。伝統的にカイパロイッツ類層はダイナソーパーク類層北部と 相乗的に同等とみなされていた。この異なる二つの地層の生物症の組み合わせは何人かの科学者によって当たり前のように用いられてきた。スコット・サンプソンは当時、ララミデア大陸は何かしらの移動障壁により南北に分け隔てられていたので見つかる動物が共通しないのだと説明した。しかしながら実際にはカイパロイッツ類相上部からは ダイナソーパーク類相で見つかるものよりも新しい年代の個性的な動物種の化石がいくつも見つかっておりそのうちいくつかの種はダイナソーパークで見つかる種の子孫であると思われるこの体積情報を考慮するとカイパロイッツ類相は約7680万から7430万年前というのがより正確に近いと思われるコスモケラトプスが タロスに安らぎを邪魔されるの図動物は、軟骨魚類、ガー、アミア、チョウザメ、カエル、サンショウウオ、カメ、トカゲ、クロコダイル、トロオドン類、ドロマエオサウルス類、オルニトミムス類、チョウ類、ティラノサウルス類のような、コエルロサウルス類の獣脚類、アンキロサウルス類、パラサウロロフスや、その他のハドロサウルス類、ケラトプス類、そしてオオ,オカハ類や、 有体類、食虫類等々多様な種類の哺乳類が共存していた。最近では、クリポサウルスの未だかつてないほど巨大な標本が発見されており、ジーモニアメンテインシスとして発表された。そして、新種のオビラプトル類、ハグリフスギガンテウスが記載された。生根化石もカイパロイッツ類層から知られている。素晴らしく保存状態の良いハドロサウルス類の皮膚根が、 ヘレロとファルケによって報告されている。ありがとうございます。